んでい、てやんでい、どうも、平成生まれです。こんにちはです。今回ですね、レイラン使っていこうかと思って、いや、ありがたいね。これご覧の通り、僕当たんなかったんですよ、レイラン。もう、石200超えぐらい使って、カリンとハク出たの、レイランだけ当たらないっていうね、嫌われてんのかな、こんにちは、俺ですね。今回、このレイランをね、フレンドの方にお借りさせていただきました。ありがたいですね。で、今回こいつ使っていこうかと思います。20ターンで変身して、で、一回ボス強化最高の夏にしましょう。最高の夏にしてほしいからガチャで出てくれよ。お前だけいないんだ。お前だけ早く当たってください。でこいつが変身したらですね、最後の一押しを火水闇で同時回復するといい感じになるみたいな感じですね。コンボ加算ないんだよね。ただ固定ダメージあるんで、まあ、そこをいい感じになっていい感じになろうかなみたいな感じで、5ターンで5ターンなの？ええ、こいつ5ターンなの？え、マジで？いや、衝撃！こいつ5ターンなんだ！ 4 ターンかと思ってた。で、いいや、消せないドロップバイバイバイと回復して、全ドロップ6解除、火水闇回復に変化、一回ボス強化。もっと熱くなれるわよね。だから熱くしたいからガチャで出てこいって！リーダーはね、カリンで使っていこうから、コンボ加算ないんで、こいつが5コンボ加算なんですよ。こいつらさ、他のハクとカリンが4ターンだから、レイランも4ターンかと思ってた。なんで4ターンかと思ってたっていうと、当たってねえからだよ！で、継承なんですけど、レイランがこの、なんだっけ、ショーテル武器ありがたいね。でこれが、フランキー武器で、こいつに、スタープラチナで、ハクが、メタトロンで、こいつもメタトロンで、こいつが、ドラゴンキラーつけてきました。やっていこうか。さあ、とりあえずこのレイラン以外のこの4体、左4体をループさせながら使っていくみたいな感じで考えてるんですけど、それでよろしいでしょうか。大丈夫かな、これ。大丈夫ですよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。 OK。 じゃあここからやっていこうか。なんかさ、HP がやたら少なくない？気のせい？あれ？なんかめちゃめちゃ少ない気がする。神タイプだよね。全員神、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 異常な神の数だ。なんでこんな神いるんだ。私の音楽。で、使って。最高のステージにしてみせるよ。オッケー、レイラン使おうか。最高の夏にしましょう。ありがとうございます。で、こいつ使って。最高のステージにしてみせるよ。で、ハク使おう。ここからが本番。オッケー、これでやっていこうか。さあ、トライアングルビート。オッケー、でこれでやっていこうかなと思います。でこれ火力確認していきたいね。あ、こっちにしようか。でここで組んで、いや、これカンストするかな。いや、頼む、マジカンストしてほしい。めちゃめちゃカンスト、ベリベリカンスト頼む。火が2セットあるよ。これ火2セットあったらレイナーカンストすんじゃないね。いけるはず。いけ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 、ゴリ寄せ。うわあ、行ってねえ、行ってねえ。いや、これカリンのさ、このなんだっけ、このエンハンス、エンハンスあったら多分いけると思います。エンハンス信じていい。多分エンハンス、オンリーワン、ドゥマイベスト、オンリーワン、オッケー、お前でババ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 バス、オッケー。さあ、もう日本語が不自由になる時間帯やってきました。今日さ、僕めちゃめちゃ寝てたんですよ、今日。あー、これエンハンスのあれがまた後々で、これ使います。目いっぱい弾けるよ。今日ね、軽く、昼寝しよっかなと思って、なんだっけ、夜じゃねえ、バカか、昼の、何時だっけな、3時か2時ぐらいに寝始めたんですよ。で、起きたら夜の8時だったね。やばすぎだろ！もうほぼ冬眠じゃねえか！もう起きたらニューワールド、ニューイヤー、ウルワッホイみたいな、そんな感じになってたんじゃないの？これ、めちゃめちゃ寝てたけど。頭痛えわ！寝すぎて。なんかさ、あ、これ。うわー、あと一旦か。まあ、ここは一回、カリン使って突破しよっか、じゃあ。あ、なんか、巷で噂になってたんですけど、なんか、あれらしいですよ。なんか、寝るじゃないですか、で。寝たら体力回復するって思ってる方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、いや、確かに寝たら体力は回復するんだけど、寝すぎたら逆に体力消耗するらしいですよ。なんかこれ前見たことあるんだよね、僕。何で見たんだろう。まあ、これなんで。いや、なんか、最初の何時間かは寝たら、こう、普通に回復していくんだけど、寝すぎたらさ、逆に、いや、経験ある人いるかな？寝すぎたらさ、なんか逆に頭痛かったりさ、しんどい時ってあるじゃないですか。あれ体力消耗されてるかららしいですよ。破綻してんだろ！破綻してるやろ！おい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 、何してんねん、何をしとんねん、普通に。おかしいやろ、どう考えても。これあれだよね、神様、人類の設計図ミスりすぎだろ。寝すぎたらあれしんどくなるって、そんなことあっていいと思います？いや、ダメだろ。オッケー、これで回復いただいて、オッケー。あー、一個ずらした。光だったんだけど、オッケー。いや、安定感すごいな、やっぱりコンボ加算もあるし追い打ちもあるんで。
いや、いいね、めちゃめちゃいい、強すぎる。で、これが2ターンね、これ早く投げられていただいたら、あれ使うんですけど、で、もう何言ってんのかほぼ伝わってないんですけど、で、今ね、びっくりしたね。息を吸ったら、急にね、よだれが、よだれ唾液が全部、喉にヒュイッと入っていって死にました。ここからが本番。オッケー、汚いトーク始まって、あれ話したかったんですよ。なんか、昨日ツイッターで見たんですけど、実は昨日のね、動画で言おうかと思ってたんだけど、さ、あれだった。何かっていうと、ヤフーニュースだったかなんかニュースになってて、いや、パイアメってわかります？さ、なんか五円玉みたいな形の、なんか黄色くてパインの味、パイナップルの味する真ん中に穴開いてるやつ。あれの真ん中に穴が開いてるんだけど、ちょっと真ん中よりずれて、左上？まあ、見る角度によるけど、それもくるくるって回したり、裏を持ってとか逆にしたら、どこも見た目一緒だから変わるけど、写真では確か左上だったかな。左上ぐらいに穴がいってて、真ん中に穴がなかったんですよ。で、それが、なんか、オークションに出てたらしくて、なんでオークションに出すのそんなのって思うけど、何億だったっけな ?1.2 億か 1.3 億ぐらいで落札されたみたいなニュースあって、やばくね？やばくね？いやもうそんな僕もそんなんだったらパイン工場で働いて、もう無理やり穴絶対違うところ開けて、それで何億かで売って、もう無限稼ぎ TV になりたいまである。もうそんなんやったらね、捕まるんだろうけど、いやもう夢ありすぎだろ。だってたまたまさ、美味しく食べようと思った飴がさ、ちょっと穴ずれてるだけで気づいたら 1.3 億ぐらいゲッツみたいな、やばすぎだろ、人生儚すぎ。これ4ターンか、これ使っちゃおう、これ早めに使っておきます。もっと熱くなれるわよね。オッケー、熱くなっていこうかなと思います。で、ここでオッケー。今日ね、マジ寝起きでマジ頭痛くて、なんで急に起きたかなんですけど、友達からの電話でようやく起きるっていうね、まだ寝る気だったんかいみたいな。8時、6時間ぐらいゴリゴリで寝てたのに、さらにまだ寝ようとするという、このやばさね。執着心の塊か？で、あとなんかね、寝起き、電話終わってご飯食べようと思って朝一で納豆食べたんですけど、もう納豆大好きすぎ。納豆がマジ美味しいんだけど、それで和食のことで思い出したんですよ。納豆といえばやっぱ和食みたいなイメージあるじゃないですか。なんか前 TikTok かなんかで見たんだけど、なんか和食ってさ、なんか食べる時のルールみたいなあるらしくて、どういうルールかっていうと、食べ始めるときにやることがあるんですよ。それは何かっていうと、だいたいご飯と味噌汁のイメージよ。ご飯、味噌汁、なんか鮭みたいなイメージあるじゃないですか、日本食って。まあ他にもあるけど。で、そのご飯を、なんだっけな、最初ご飯を一口食べるだったっけな、ちょっとどっちか順番忘れたんだけど、白ご飯をまず一口食べる、でその後にお箸を味噌汁で濡らすだったかな。これ順番逆の可能性もあります。味噌汁でお箸を濡らしてから白ご飯を一口食べるだったかもしれんみたいなやつあるんだけど、いやそんなルール初めてした。あーやばい、いやー動かん、いや耐えろ、いやもうこれで負けるとかか。まさかのね、指が動かなくなって負けるという大事件起きたんで、いや百花繚乱3やっていこうか。百花繚乱3、ちょっと発音がよくわかんないけど、ちょっと百花に繚乱していこうかなと思います。いやせっかくフレンドさんにお借りしたのに、あんな大事故で負けることある。いやもうね、時間がないんですよ。もう早くしなければ、今日動画上げれないで、早めにやるということで、もう百花繚乱いこうか。いや絶妙なところで負けるってこの絶望感ね。いや百花繚乱がさ、4が明日実装されるってことで、いややろうか。いや動画ではやらんかもしれんけど、やろうか。いや楽しみですね、百花繚乱4。なんか勝負ももらえるんだよね。なんか制限時間30分くらいだってみたいな感じでさ、できるみたいな、そんな感じですよね。あ、でそう、目いっぱい弾けるよ。和食よ、トーク和食で終わってんのよ僕。その話してる途中で、でその和食なんですけど、その順番があるみたいな、さっき言ったじゃないですか。味噌汁と濡らした水を濡らして、水でお箸を濡らして、納豆に白ご飯食べるみたいな、そういうルールがあるらしいんですけど、あれ普通に初めて知ったわ。そんなルールあるのみたいな、そんなルールある。いやもう僕一番最初絶対鮭行くけどね、もう鮭をもう獣の蚊のようにもうむさぼり食うけどね、僕だったら絶対もう秒で食うけど。で広大な大地ということで、76マスありがとうでこれ使います。いっぱい弾けるよ。いやここは超重力ないんで、さすがにレイラン乾燥してほしいね。いや乾燥するのを願いながら、だから火の2ウェイを2個入れとこうか。ここ下手くそー、これ僕さ76逆に下手くそになるっていう証拠持ってるんですよ。 OK、 これでよし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 。なんか組みにくいんだよね、逆に 2A のパーティーとかだと。あ、カンストしてるカンストしてる。いや突破できないかい、突破できないかい。いやなんであれに勝てなかったんですか僕。あれさ指めっちゃ安定してたよね、だって
いや、パーティーはバチクソに安定してたよ。トライアングルビーター。オッケー。パーティーめっちゃ安定してたのに、あんなので負けるとかも。生きていけない。もうあんなんで負けるとかもうほんと最悪。絶対嫌だった。あんな負け方。で、こんなんは全然意味ないんですけども。2way 入れていこうか。はい。そこ斜め入れるよ。オッケー。で、こう。オッケー。あー、ダメか。まあ、いいや。こんなんで。いや、さ、これは突破させていただいたでしょ。いや、もうさ、百花繚乱って、今頃いつの時代これ。もう、くっそ古いじゃねえか。まあ、百花繚乱のね、あの、なんていうの、立秋じゃなくて、なんていうんだっけ、復讐じゃなくて、なんだっけ、日本語が出てこない。日本語までも出てこないのか、僕は。うわぁ。これ使うわ。もっと熱くなれるわよね。これ火のせいでこれあれ、これまたもしかして負ける、これ、え、これもしかしてまた負ける可能性出てきてない、これ。え、そうですよね。これで、いや最後これ水か。いや水、これわかんねえんだよね。第三副属性とかあれみたいなやつ。あ、頑張りゃいけそう感ある。目いっぱい弾けるよ。オッケー。これ火を 2way にしません。で、水を 2way で入れまくる。オッケー。あ、べこんなんでいいんじゃない。いや、これ多分半分まで削った。で、これもし半分まで削ったならばマリエル使って突破みたいな感じで。いや、頼む、半分いけ。パーフェクトデュエル来た。よし、さすがにパーフェクトデュエルすぎる。で、これ感じたな。目いっぱい弾けるよ。で、待って。オッケー、突破させていただこうか。これは普通に組んでいこうか。ここにこう組んで、闇。で、ここでこう。ちょ。で、ここに 2way。うん、いいよ。で、ここは火がめっちゃ繋がっちまうんだけど、まあ L 字入れるか。オッケー。誰か L 字持ってる人、誰か L 字持ってる人、小ざっぱりしてる。いや、これは半分まで、半分じゃない、全部削ったでしょ。いけ、行きたい。よし、で、これで誰か、あいつ来い、あいつ、お前じゃねえ、お前じゃねえよ。ドラゴンキラー刺したかったんだよ、こっちは。ドラゴンキラー2つもあるから。こいつは悪魔、こいつ一切引っかかってない。うん、何も引っかかっとらん。で、ここは向こうあるんでしたっけ、こいつ。楽しませてもらおうか。うん、しっかり楽しんでいただいて。ハク使います。まあ、ロックで落ちてくるはあかんやないかい。まあ、いっか、これ使います。ここからが本番。よし、で、うわー、百式勝ちたかったんだけど、本当にもうやり直す気力がもう湧かなかったよね。なぜならば寝起きだから。ここでこんなんで。オッケー、せっかくお借りしたのに申し訳ない。いや、もう百なんだっけ、百花繚乱。もう実質合ってる、これも。そうだよね、なんか、え、あれ、こんなんだったっけ。え、なんか柱一歩後ろ行ってない、右の。え、こんなんだったっけ。え、こんなんでしたっけ。え、なんでこいつ一歩後ろいるんだ。え、これなんかあれ、ここのなんていうの、このレイランのこの上にこのロックと攻撃ダウンがあるから HP バーが見えないからちょっと上にいるみたいな。え、そんな仕様あったっけ。え、なんでこいつちょっと後ろいるんだ。いや、申し訳、え、なんか、え、わからん。行くよ、トライアングルビーター。こっち使って、で、向こうはできないから、とりあえずこんなんでいっか。え、なんで後ろいるんだろう。え、めっちゃ気になる。え、なんで後ろいるんですか。え、ちょっと今日は恥ずかしいみたいな。え、なんでマジ後ろいるんだ。もう一生これ言い続けるよ。いや、なんでこれ後ろいるの。え、テレ隠しみたいな。え、テレ屋さんなのこの人。え、衝撃の事実、まさかのテレ屋さんみたいな。マジかよ。これじゃあ闇いただいて。え、そんなことある。いや、まああるんでしょうね、なってるってことは。
いやでも一回僕なんか別のバグ起きたことあるんですよ。どんなバグかっていうと、敵、なんかドロップ動かすときが敵の HP を削るときの音みたいな、キラーで、みたいなバグ起きて、それもわけわからんのだけども、いや今回もまあまあわけわからんよね、これ。これ HP 半分までいったらブチギレアタックみたいなしてくるんでしたっけ？忘れたな。まあ、いっか。もう、ブチギレられたら、逆にブチギレましょう。ね、そんな一方的にブチギレる特権が自分にだけあると思うなよ、みたいな、そういうことで。さあ、これで、とりあえず、半分まで削ろうか。で、その後、ハク使って、もう一回倒して、勝ちかな。オッケー。あ、いいね！全部引っかかったからこそできる技、みたいな、そんな感じですね。オッケー。で、これ倒します。これなんか、半減されてるけど、もう超重力下でも、活躍できるこいつらを舐めんなと言わせていただきたい。ここでこう、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 オッケー！こんなんでいいでしょう。さあ、火を待ちにもさせていただいております。オッケー！これ突破して終わりで！おめえよ！調子に乗ってんじゃねえぞ！ちょっと後ろに嫌がってダンディズム系男子が！いけ！ああ待って、こいつをタップしてた僕もしかして小賢しいなじゃない、待って、いや終わらせてやる、まだ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 、マッソーマッソーマッソー、クソゲーが耐えてる、あぶねー、あぶねー、あぶねーな、これ何億、いや見えん、いやこれは奇跡の耐えなんだけど、さすがに奇跡の耐えすぎるやろ。ここは、2A とかにしないで殴ろうかな。オッケー。とか言いながら 2A になってますけど。オッケー、こんなんで。いや、危ねえ、まさか、やられないとは、思わなかったよね、全人類誰もが。倒していくー、よっしゃー、バカがよ、後ろ行ってろ、一生、チャンネル登録を。めちゃんこしてほしい。